サノバビッチワンパーということで、トーコ先輩ルートは11回目、じゃあやっていこうか。あ、そう、前回ねすごいところで来ちゃったな。私も好きです、お付き合いしてください。はい、なんと告白のところで今回始まると。まあその前にね、修二君の告白があったんで、まあ返事っていう形なんだけど、まあその間にね、なんとまあデザートが入りまして、熱くて柔らかい唇のデザートなんだけど。まあもっとね、甘いデザート、まあ桃とか、まあメロンとかね、いちごとか、そこら辺ちょっとな、食べたいななんて今回思ってるわけなんですけど、どうなんでしょうか。じゃあやっていきましょう。かっこ意味深です。あ、はい、よろしくお願いします。うん。でもさっきのキスが返事だったのでは。そのつもりだったんだけどね、こういうことはやっぱり口に出しておくべきかとも思って。うん。だって星野くんの反応が薄いんだもん。こんな重要なことを鈍感でスルーされるのは嫌だから。そうだよね、やっぱりはっきりと伝えておこうと思ってね。ちゃんと主人公ケアしてるね。鈍感力ケアしてるね。さすが。いや、さすがにいくら俺だってキスまでされて何も気づかないなんてことはありませんよ。ありがとうございます。先輩の気持ちちゃんと受け取りました。私も受け取ったよ、ありがとう。はあ、すっきりした、安心できたよ。今日は朝からずっと不安だったんだよね。まあでも心はすっきりしたけど、まあ修二君的には体の方はまだすっきりしてないかもしれないな。あんな生殺しみたいな感じでさ、デザート食べてね、その後ははいなしよみたいな感じだもんな。安心したのは俺の方ですよ。弁当を渡して喜んでもらえたら告白しようって、朝からずっと気を張ってて、もうそこまでも一緒だったんだもんね。前回トーコさんといろいろすれ違ってたけどさ。先輩は何を不安に思ってたんですか。お弁当喜んでもらえなかったらどうしようって、何の相談もなく突然作っちゃったから。うん、まあでもお互い様だったよな。それにすれ違いばっかりで渡せなかったらどうしようって、さすがに放課後になってから渡すわけにもいかないしね。渡せてよかったと思ったら急に告白されちゃったよ。いやでもこっちから行けてよかったよね。いや修二君が、まあ、逆にこのなんていうの、お互い同じことを思っててすれ違っちゃってたけど、最後はね、まあその修二君がいい感じに告白できたっていう、まあそのオチはよかったね。あ、いやなんかすみません。私も嬉しいから。でもなんか計画が狂っちゃったかな。計画？これからできるだけ料理を作って、星野くんの胃袋をガシッと掴んで私の虜にしちゃおうかなって。うん、もっと虜にできる方法あるけどね、トーコさん。男を虜にする方法、まあ、胃袋もあるけどもっとあるよ。知ってる？2ヶ月もあれば、うん、人間の細胞は大半が入れ替わっちゃうんだって。怖いわ。どうもさ、そういう知識ちょっと怖いからやめようぜ。つまり、うん、2ヶ月以上私の料理を食べ続ければ、星野くんの体はもう私の手作りと言えなくもないよね。怖い怖い怖い、もう細胞レベルでもう作り変えようとしてんの。そんな怖い計画をさらりと言わないでください。先輩もしかして闇系ですか。うーん、わかんない。なんかでもちょっと怖い面はいろいろあったよね、今までも。それぐらいしてからとか思ってたんだけど。ああ、でもまあいっか、こうして好きな人と一緒にいられるなら今後ともよろしくお願いします。ああ、いえ、こちらこそよろしくお願いします。こういうのは改まっちゃうとやっぱり照れるね。ですね。それに俺たちには似合わないかも。うん、そうだね、楽しく過ごすのが一番だもんね。じゃあお昼食べちゃおうか、早くしないと食べる時間がなくなっちゃうよ。大丈夫、見られてない。前回もそう思ったんだけど、こんなとこでさ一緒に食ってたら誰か見るだろう。はい、
そうですね。あー、ロコモコだ。星野くん意外とハイカラなものを作るんだね。あ、そう、なんかさ、コメント欄にいたんだけど、ロコモコ、知ってないとダメみたいな人いたんだけどさ、逆に俺からしたら知らない人いるんだぐらいなんだ、だったんだけど。でも結構知らない人もいるんだね、ロコモコ。結構俺の中ではもうすごいポピュラーな感じだったんだけど。そっか、私は普通に作っちゃったよ。言ってくれればちゃんとハイカラにしたのに。ハイカラ、俺も初めて作りましたよ。なので自信はないんですけど、喜んでもらえたのなら幸いです。それに先輩が作ってくれたというだけで、この弁当は最高です。じゃあいただきます。うん、食べて食べて。私の方もいただきます。はい、どうぞ。一枚絵ないんだね。一枚絵あったらよかったんだけどな。先輩と肩を並べて互いの手作り弁当を食べる。はあ、本当に幸せだ。まさかこの俺に彼女ができるだなんてね。しかもこんな美人でね、胸大きくて最高じゃん。夏休み前は想像もしていなかった。人生何が起きるか直前までわからないもんだな。もうイチャイチャライフが始まるぜ。でもなんかこんなにさ、うまくいってると嫌な予感しかしないよな。うまくいくんかな、この後。出たー、乗ってるやつ。枕に乗ってるやつ。またこの一枚絵か。お昼のことを思い出すと体の奥が震えちゃう。いやでも俺この一枚マジ好きなんだよな。でもそれは決して嫌な気持ちじゃなくて嬉しくて。こんなに嬉しくなるなんて、恋愛ってすごい。それにダメだ、顔がにやけちゃうよ。胸の高鳴りが止まらない。彼の唇の感触を思い出して思わず顔が熱くなる。きっと耳まで赤くなっちゃってるんだろうな。でも本当に嬉しい。余韻に浸りながら唇をそっとなぞってみる。指の感触はあの時感じた唇の柔らかさも暑さも全てが違っていて物足りない。ちょっと寂しくなっちゃったかも。今まで余韻を感じていた分余計に冷たく感じちゃう。唇がちょっと寂しいな。お、もっと求めたい？もう四六時中デザートみたいな感じで。やります？うん、私キスが好きなのかも。またキスしたいかな。しまった、デザートのおかわりダメって言わなきゃよかった。でもこれからは何度でもできるんだよね。だから慌てる必要もないかな。まあ人目は気にした方がいいですよ。本当に楽しいな。好きな人ができて一緒に過ごしてスキンシップを重ねることがこんなに嬉しいなんて。夢の中であの人があんな顔で笑ってたのはこういう気持ちだったからなんだ。マジでそのあの人何なんだろうな。まあでもよかったよね、そのそういう感覚がこう共有できたという、共有というかその分かったみたいなね感じで。私もあの人に負けないぐらいの笑顔をしてるのかな。自分の顔だから比較できないのが残念だけど、今晩は夢を見るのがちょっと楽しみかも。おお、それにこれから先も。あれ？これから？うん。先、キスの先ってどうすればいいんだろう。調べましょう、トコさん。あなた散々いろいろ言ってたじゃないですか。どうすればっていうのはそのそこに至るまでどうすればってことか。キスなんか、うん、映画や漫画でも見たからなんとなくわかってるんだけど、この先って一体どうするの？いつも言ってるやつじゃないですか。なやつじゃないですか。星野くんは男子だしね、もうDVD も持ってるから知ってるかな。うん、それじゃあお任せしちゃっても。あ、そっか、やり方がってことか。いやいや、
でもそこは年上のお姉さんとしてしっかりリードしないと、もしかしたら呆れられちゃうかもしれないよね。それに私、自分を止められないかも。キス気持ちよくてもっとしたいと思ってる。それにその先も具体的なことはよくわからなくても、彼のぬくもりをもっと欲しいって思っちゃう。でも、でも、どうすればいいんだろう。バカかわいい。どうしたんだ、もう。もう今までのなんかクールなお姉さんキャラはもう見る影もないって感じだな。かわいいキャラになっちゃった。乙女キャラになったな。サノバビッチ。でもなんかさ、何かしようとして空回りしそうな気がするんだけど。大丈夫かなこれ。そうして俺の年齢、あ、6の5になったね、チャプター。年齢イコール彼女いない歴という人生に終止符が打たれて始まる新たな人生。あの日以来、俺たちはお互いの弁当を作り合い、それをお昼に交換するようになっていた。あ、いいね、弁当交換会みたいな。ははは。え、それいいな。お互い料理できる者同士な。食費も浮くじゃん。それじゃあ先輩、今日のお弁当です。うん、ありがとう。じゃあこれが星野くんのお弁当だよ。もうバレてんじゃないの。周りには。こんなことやってたらさ、いつかバレるよな。ありがとうございます。今日も楽しみですよ。うん、任せて。今日のはいつもよりちょっと自信ありだよ。それはさらに期待しちゃいますね。ありがとうございます。それだけ。何が欲しいんですか。じゃあ、先輩、私頑張って作ったんだけどな、ご褒美それだけ。そうおっしゃられますと。最高じゃねえかよ。もう最高の毎日が始まったのこれ。目を閉じて俺を、顔を俺の方に向けてくる先輩。ここでですか。今なら誰もいないでしょ。うわあ、甘い声でおねだりしてくる。付き合ってまだ1週間も経って、1週間も経ってないのに。うわー、えぐ。気持ちが盛り上がっているのもあるだろうけど、最低でも1日1回はキスをしている。多い時は朝の挨拶に1回、お昼のデザートで1回、放課後になんとなく1回、別れ際にもなんとなく、もうなんとなくがすごいな。なんとなく、何その、もう意味もないけどみたいな。に加えて、に加えるの。二人きりになるたびにキスだったりするので本当に数えきれない。お、大丈夫修士くん、修士くんのマイさんは大丈夫。そんなんだってねえ、そんな生殺しすぎない。そんなブチブチやってたらさ、ほら早く。体を近づけ、俺の胸元を指先でそっと撫でながら。なるほどな、口づけをせがむ。先輩ってキスが大好きなんだな。まあ俺も大好きだけど、だからって何もこんな場所で、いつもならせめて物陰で隠れるようにするのに。もう止まんなくなっちゃったのね。あー、本当に可愛いな。可愛すぎてクラクラしてきそう。欲望に負け、俺は戸隠先輩に体を寄せる。すると、後ろから流すものすごい形相をした小主さんがとか、そういうのない？体全体で、先輩のぬくもりを感じられるような距離まで密着してからそっと唇を重ねた。これでもう何度目だろう。さすがにちょっと慣れてきた。最初はお互いにどうすればいいのか悩み、唇を重ねるだけで体を硬直させていたものの、最近はそんなことはなくなってきた。ただそうやって慣れれば慣れるほど、気持ちよく感じてくるんだな。ああ、なるほどな。また幕張ってます。多分ね。YouTube さん的にね、すいませんね。本当に癖になってしまいそうだ。まあ本当ならこれ全部カットしたいんだけどね、音的にも。押し付け合い、お互いの息が続かなくなるぐらい触れ合わせていた唇がゆっくりと離れる。先輩の熱い吐息を感じながらも、徐々に冷えていく俺の唇。癖になっているのは先輩じゃない。俺の方みたいだ。お互いだ。
どんどん上手になってるね、キス。上手と言いますか、大胆になってる気がしますよ、先輩。それだけキスにハマってるってことだよ。それとも星野くんは私とのキスは好きじゃない？そんなことは全く。先輩とのキス好きです。うん、よかった。じゃあもう一回。早く解散した方がいいんじゃないか。もう一回もう一回やってると。いやけど人が来たらどうするんですか。見せつけちゃう。いいね。冗談はやめてください。退学とかになったらどうするんですか。さすがにキスぐらいで退学はないと思うけどね。場合によっては定額ぐらいならあるかも。東子さん、あの推薦とかどうするんですか。定額になったら家の中で人目を気にせずもっとチュッチュできるね。なるほど。そっか、もうそこまでね。そこまでも考えてんのか。じゃあもう正式に定額になったら正式にじゃあ星名家に入ろうかなみたいな。もうどうなってもいいや的な感じかい。自宅謹慎のはずですよ。もう自宅が変わっちゃうってことよ。だから確か20歳、未成年の人は結婚したら成年とみなすみたいな法律あるんで。まあ、まあ、そういうことですよね。もう結婚しちゃおうぜみたいな。そんなのバレなきゃいいんだよ。おい、元学生会長、元生徒会長、それでいいのか。これが元学生会長のお言葉なのだから驚きだ。先輩って思ったよりも適当なところがあるよな。とにかくキスをもう一回ね。ダメなの？すごいなこれ。もう人が変わっちゃったみたいになってる。拗ねるように唇を尖らせて俺の胸にのの字を書く。ここら辺は多分からかい半分という感じだけど、分かっていても可愛いと思ってしまう俺のバカ、正直者、先輩大好き。俺だってしたいですけど。あのですね、先輩と二人きりになるたびキスしてたら、いくら俺でもそのうち襲っちゃいますよ。まあ確かに。うん、待ってる。やるしかないだろこれ。もうちょっと空いてる教室ねえかなっつって。修二、もう待ってんだってよ。顔が赤いよ星野くん。わかりましたよ、俺の負けです。やった、じゃあ勝者の特権でお願いね。もう一度キス。もうどうしてもしたいんだな。念のために辺りを見回すが誰もいない。能力で視線を感じたりもしない。観念してというよりも俺も欲望に従ってもう一度唇を重ねる。さっきよりも激しいキス。唇を押し付けるだけではなく甘噛みするようにお互いを刺激していく。先輩も嫌がる素振りを見せることなく俺の動きに合わせてくる。こうかな。また激しくな。私止められないかも。止まるんじゃねえぞ。互いの声の間に漏れる水音、甘い匂いが俺の体いっぱいに広がり、さらなる興奮を引き出してキスがより一層激しくなる。キスが激しくて本当大きくなってる。大丈夫かな。この音で誰かに気づかれるかも。そんなこと言いながらも、うん、実際にしちゃうとどんどん激しくなるくせに。あー気持ちいいな。このままずっとキスをしてたいけど、これ以上ここでは本当にまずい。止まらないけど何とかして止めないと。お先輩ストップストップ。もうおしまい。キスの余韻に浸りながらとろけきった目で俺を見上げてくる。本当にこういう魅力的なのは勘弁して。自分を必死に抑える理性がなんか変になりそうだ。うん、確かにな。これで理性保たなきゃいけないんだぜ。無理だろ。
まず手が行くよな。まず手が、まあ、あれに行くよな。メロンに行って、まあ、わしわししないよな。まあ、無理だもんな、そんなの。本当にこれ以上はまずいですって。それを我慢するわけでしょ。学院の中だから?それもありますけど、男にはいろいろ事情があるんです。いや、もう本当に。なので、もう本当に勘弁してください。先輩とのキスが強烈すぎて興奮が抑えられない。やばいな。このままだと暴走してしまいそうだ。これ以上は本当に、特に学院内ではまずい。そんな俺の様子を察したのか、戸隠先輩が特進が言ったとばかりの声を漏らす。そういうことなんだね。そういう素直なところ大好き。目線を下に向けながら、この状況で好きとか言わないでください。嬉しすぎて暴発しそうです。暴発するな。おい、分かった。そうだよね。ベトベトになったら後が大変だもんね。ちゃんと分かってるっていうね、トーコさんね。そういう生々しいことも言わないでください。まあそういうことなんですけど。そういうことなの。いや、ちょっとさすがにそれは敏感すぎないか。と言ってもさすがに触れることなく、ね、あれはしませんよね。仕方ない。あんまりいじめるのもかわいそうだしね。あ、そうそう、星野くんに一つお願い。というか話があったんだけど。ありゃりゃ、ん、何ですか。なんだっけ、私、星野くんと約束をしてたはずだよね。確か、この前。ん?何?何だったっけ?この前の約束って、もしかして、料理の味付けを教えてくれる約束ですか?結構重要な約束じゃない?それ。そう、それそれ。その約束、今日私に言ってもいいかな?おう。週末だし、少しぐらい遅くなっても気にならないから。今日はお昼だけじゃなく夕食もどう?夕食もその後もデザートも行きましょう。嬉しいです。先輩が迷惑でないのならぜひよろしくお願いします。うん、よかった。それじゃあお邪魔させてもらうね。ありがとう。いや、お礼を言うのは俺の方ですから。ありがとうございます。作らせてもらえると嬉しいから。ということで。ということでね。軽く唇を触れ合わせるだけのキス。それでも不意をつかれた俺にはとても刺激的なものだった。これはそのお礼。今はこれだけだけど、また放課後にね。やったー。放課後にも、夕食の時にも。どうなるんだこの後。はにかんだ笑顔を浮かべて軽く手を振り、先輩は走り去っていく。だからそういうところが可愛いって。このままじゃ俺、本当に自分を抑えられなくなりそうだ。抑えなくていいんじゃないか、もう。というか、毎日キスして、慣れて激しくなって、自分の中で欲望がどんどん大きくなっている。抱いてしまいたいって、うん。抱こう。もう抱くしかないんだ、お前は。帰ってきた。はい、ということでした。今回はちょっと早いんだけど、ここで終わっておきましょうか。いやー、いいね。もう止まんなくなってきた感じ、いいね。まあ、でも、まだ手出せないと。うん、まだ学院の中だし、ま、いろいろまだね、なんていうのかな、その先にまではまだ行けない状態というか。ま、でもね、もうトーコさんウェルカムみたいな状態だから、もうさすがに、ね、もうその夕食の後あたりに来るんじゃねえかななんて思ってんだけどな。味付け、ね、ちょっと他の味付けもね、味付け他の味見もしたいなみたいなな。うん、なんかそういう展開来るんじゃねえかななんて。思ってるんですけど。はい。じゃあどうなっていくのか。次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。